オメガ広報は地上系の電波広報システムの一つ。かつて船舶や航空機で利用されていたオメガシステムとも呼ばれる。リベリアに残るオメガ等。高さ426メートルオメガはロラン、デッカなどと同じく双極線広報システムの一種である。地球上に配置された送信局からの電波の位相差を計測して送信局からの距離を求めている。 二つの送信曲からの距離から、送信曲を焦点とする送曲線を求め、そこで二つの送信曲のいずれかと別の送信曲から、もう一つの送曲線を求めた場合、二つの送曲線が交わる点が現在位置であると判明する。オメガ広報の最大の特徴は、使用周波数が 10.2kHz から 13.6kHz までのいわゆる上長,長波を用いており電波。 到達距離が1万 km と、ロランなど他の双曲線工法と比べて格段に長い。このためわずか8つの送信局で地球上すべてをカバーでき、また双曲線の基線長も長くできるために高い精度が得られる。この8つの送信局をオメガ局と呼ぶ。航空機では2カ所の送信局からの電波の位相差をオメガ広報装置に内蔵されたコンピュータが、 連続的に計算を行うことで、現在位置の他に、航空機で、あらかじめ設定された、地理上の位置である、ウェイポイントまでの距離や時間、対地速度、飛行コースからのずれ、風向などの情報を知ることができる。この方式は1950年代に、アメリカ人、ジョン・キアースによって提唱され、究極的な電波方法を意味するために、ギリシア文字の最後の一文字、 オメガをとって、オメガ電波広報と名付けられた。衛星系の電波広報システムである GPS の、軍用から民間への普及に伴い、1997年9月30日に、全送信局が、広報電波送信局としての運用を停止したため、現在は利用されていない。その後、米国のウスダコタ州、ラムウア郡などいくつかの送信局は、電波でも、 海面下数十メートルまで到達可能な超超波の特性に着目し、海中を行動する潜水艦との軍用通信に使用されている。オメガは地球上の8つのオメガ局の任意の組み合わせによって即位を行うシステムであった。アメリカ合衆国を中心に西側各国に無線局が配置されていた。 津島オメガ局国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。日本は長崎県上屋形郡上津島町大蔵に電波塔を設置してオメガシステムに参加。海上保安庁が管理していた。単にオメガ塔とも呼ばれた。1975年に完成し、1997年9月30日まで運用された。 1999年1月に、塔の解体が行われた。原存時の高さは、地上454.830メートルで、かつては原存、過去含め、日本一高い建築物であったが、2010年9月11日に、東京スカイツリーが461メートルの高さに、達したことで、原存、過去含め、日本の建築物史上高さ日本一の座を明け渡した。 主として、船舶向け主として航空機向け航空機、着陸支援衛生息システム。ありがとうございます。